あ、お腹減ったぞ。何か料理を作ってくれ。隊長、そろそろ食事にしましょうか。そうだな、皆の者、休憩にするぞ。そういえば、料理担当のフェリックさんが新作料理を考案したようですよ。お、それは食べてみたいぞ。どんな料理か気になりますね。ズバリ、ポークシチューです。よっしゃー。どんだけ喜ぶんだよ。子供でっか。フランさんは戦闘するときと食べるときだけは全力ですからね。キャハハ、褒められて照れるぞ。褒められてはないですよ。それでは食事後に少し休憩して酒場に行くぞ。亡霊のガハルを討伐した報告ですね。その後はどうするんだ？僕たちオールンドを討伐しに行きますか。仲間を1名増員した後に、とある場所に行こうと思う。とある場所ですか？詳しい話は後ほど説明する。とにかく今は食事をするぞ。あじゃあ。さて、酒場に着いたな。それでは討伐の報酬をもらいましょう。おい、亡霊のガハルをぶっ飛ばしたぞ。え、本当か。奴が持っていた弓です。これはまさにガハルの弓だ。お前たち何者だよ。ゆっくり傭兵団、そして団長の、マリサ様だ。なるほど。自己主張の強い団長だな。それとサイコパスでもあります。独裁者でもあるぞ。一言多いんだよ。いつものパターンで笑った。とにかく報酬を受け取ってくれ。これでこの地方の住民も安心するだろう。お役に立ててよかったです。あ、そうだ。次は撲殺オールンドを討伐する予定だ。奴の居場所は知っているか？確かテルトレンだったと思うぞ。詳しくはテルトレンの酒場で確認してくれ。わかりました。ありがとう。奴は強い。くれぐれも注意するんだぞ。よし、次は新しい団員を増やすぞ。別の酒場でタンク役を見つける。ということで、テルトレンの酒場に来ましたね。とりあえず、雇えそうな人材は全員確認したぞ。隊長、良い人材はいましたか？うむ、この方を我が傭兵団に加入させるぞ。レオンさんという女性ですね。坊主頭のいかつい女性だな。確かタンク役なんですよね。その通りだ。強敵との戦いだと、少しでも長く引き付けられるタンク役が必須だからな。なるほど、そういうことですか。装備品は鍛冶屋で製作するぞ。これで団員は12人になりましたね。食料や給料の関係から団員募集はこれで打ち切りだ。この精鋭12人で最後まで乗り切るぞ。よっしゃ、やったるぞ。それでは次の場所に行きますか。隊長、それでとある場所ってどこなんだ？ここはマンハイム城付近ですよね。次の目的地は闘技場だ。そこでチャンピオンに挑戦するぞ。腕試しに行くんですね。へぇ、闘技場なんてあったんですね。ふふ、まずはこれを見てくれ。隊長のステータスだよな。遠距離攻撃力が100を超えていますよ。すげぇ。亡霊のガハルの弓を装備したからですね。そうだ、この弓の実力を闘技場で試してみるぞ。これは期待できますね。お、闘技場に到着したぞ。よし、行くぞ。ここが闘技場か。おお、雰囲気がありますね。良い感じではないか。受付があるので申し込みをしましょう。闘技場へようこそ。闘技者登録を希望ですか？ああ、ここのチャンピオンと戦いたい。すぐチャンピオンだぜ。いきなり無茶な要望で草。申し訳ありません。チャンピオンに挑戦するには3回勝ち進む必要があります。1回戦から始めてください。融通が効かないな。責任者呼ぶぞ。ただのクレーマーではろた。これ以上バカなことを言うと出禁にしますよ。すまん、1回戦から頼む。冗談だぞ。危うく出禁になるところでしたね。それでは出場者を4名決めてください。当然ここは、私と軍曹、フラン、モキタロウで行くぞ。王国兵としてここは負けられないぞ。数々の試練を乗り越えた我々です。この程度楽勝ですよ。それではやりましょう。まずは1回戦目ですね。4対4の対人戦です。ここは軽く突破したいぞ。初手は私に任せろ。この弓の力を試してみるぞ。くたばれ。敵を一発で倒しましたよ。この弓は化け物だぞ。これはヤバいですね。171ダメージ。とんでもないダメージですね。隊長の攻撃だけで、敵は半数いなくなりました。素晴らしい、これは想像以上だ。攻撃力もすごいけど、貫通するのが特にヤバいな。これはこの戦い楽勝ですね。残り2人をとっとと片付けましょう。あとはお前だけだぞ。これでも食らえ。圧勝でしたね。
正直隊長が強すぎて相手になりませんでした。次は2回戦目だな。今の戦いの勝利でボーナスが得られるようです。どちらかを選択できるようだな。これは体力の上昇を選ぶか。スキルポイントは十分ありますからね。よっしゃ、次もボコボコだ。装備品の修理や体力の回復ができるので忘れないでくださいね。それでは2回戦目に挑むぞ。どうやら敵は前回同様4人みたいですね。敵の構成も同じだぞ。ちょっとラックが設置されているくらいですかね。ふん、この程度なら何の問題もないぞ。1回戦と同じように蹴散らしましょう。隊長が速攻で一人倒しましたね。ボコボコだふう、3回戦目ももう終わりそうですね。やはは、あまりにも楽勝だったのでスキップしたぞ。追加でネズミやゾンビが出てきましたけど、戦力差がありすぎて関係なかったですよ。よし、もうとどめを刺すぞ。これでようやくチャンピオンに挑戦できますね。ふふ、どれほどの猛者か楽しみだぞ。どうやら次はチャンピオン一人だけのようです。ほう、一人とはよほど自信があるようだな。果たして我々の相手が務まりますかね。まあ、やってみればわかるさ。むむ、ゾンビだったな。雑魚なので関係ないですけどね。どれどれ、チャンピオンはどんな感じだ。はっきり言って大したことないですね。アーマー値と体力が少し多いくらいで、そこら辺の敵と変わらないですよ。なんだ、がっかりしたぞ。軍装で敵を引っ付け、他で攻撃するぞ。あじゃあ。ふ、私の攻撃にどれだけ耐えられるか見ものだな。貫通を利用した完璧な射撃です。強すぎて敵がかわいそうだぞ。もう敵のアーマー値すべて削りましたよ。相手の攻撃もたった1ダメージか。これは我々の圧勝ですね。さて、次の攻撃で終わりだな。おやあ。お疲れ様でした。お前たち何者だ。あのチャンピオンを一方的に倒すかはただものではないぞ。ふ、名乗るほどのものではない。いや、前回めっちゃ名乗ってましたよね。なんで今回は控えめなんですか。キャハハ。そういえば優勝賞金とかあるのか。チャンピオンが装備していたダガーが賞金だ。攻撃力プラス19ですか。なんだ、少し強いくらいの平凡な武器だな。大罪人の武器が強すぎて感覚が麻痺してますよ。ダガーなので持ち太郎が装備してくれ。よい。それではテルトレンの酒場に行くぞ。いよいよ撲殺王ルンドとの戦いですね。撲殺王の2つ名は返してもらうぞ。酒場で居場所の確認をしたところ、テルトレンの南にいるようです。情報ではもうすぐですよ。おい、発見したぞ。見たところ単独のようだな。離れていても凄まじい殺気を感じますよ。おじけづくなよ。この一戦で我々の命運が決まる。行くぞ。傭兵どもか、まさか私の討伐に来たのか。その通りだ。お前の悪行もここまでだ。バカな奴らだ。相手の力量もわからんとはな。そう言って他の大罪人は皆我々に倒されましたよ。ジジイ、お前もボコボコにしてやるぞ。おう、アレクサとガハルを倒したのはお前たちか。クック、これは数年ぶりに本気が出せそうだな。こいつは反乱を首謀し、何百人も殺害した極悪人です。ここで正義の鉄砲を下しましょう。この国の平和のためにお前を撃つ。圧倒的な力というものを見せてやるぞ。死にたい奴から来い。皆の者、これがこの地での最後の戦いだ。死力を尽くして大罪人を撃つぞ。隊長、撲殺王ルンドのステータスです。おい、こいつの攻撃力おかしいぞ。はぁ、508だと。攻撃力がバグってますよ。血濡れのアレクサが103だったので、その5倍ありますね。撲殺王、なんてやつだ。隊長、一撃で即死はないので、瀕死になったら交代して徐々に削るしかないぞ。それしかないですよ。こちらの攻撃力も格段に上がっているので、短期決戦で決着をつけましょう。そうだな。まずは私で攻撃を引っつけます。軍曹よ、頼むぞ。よし、私の射撃でアーマー値を削るぞ。ナイス攻撃です。もう一発くらえ。おお、これはかなり削れたぞ。他の大罪人を先に倒して正解でしたね。最初にこいつだったら絶対無理でしたよ。霊夢、攻撃が来るぞ。来い、一発は耐えてみせる。うわぁ。とんでもない威力だな。嘘だろ。防御力を高めた霊夢さんで374ダメージ。クリムインよ、軍装と交代だ。隊長、さらに敵の攻撃がします。
まずい、二人に攻撃が来るぞ。近づきすぎると複数人が狙われますよ。この調子だと死者が出るぞ。これで残り半分くらいか。ただ、こちらのスキルポイントがもうわずかです。隊長、鼓舞するんだ。味方の士気を上げてスキルポイントを回復しましょう。ふふ、任せろ。皆の者、これに勝ったら酒場で合流だ。好きなだけ食べて飲んでいいぞ。やったー。お、スキルポイントが回復しました。お前たち単純だな。バールよ、素晴らしい攻撃だ。狼も頑張ってますね。敵の体力もあと少しだぞ。瀕死の味方は交代させ、攻撃に集中するぞ。あげゃ。これより全員突撃です。僕殺オールンドよ。お前はここまでだ。人の道を踏み外した貴様に引導を渡す。これでも食らえ、正義の一撃だ。隊長、これで大罪人を全て討伐しましたよ。ついにやったぞ。大変でしたが、なんとかやり遂げましたね。うむ、これで王国に帰還できるぞ。ここまで長かったです。一時はどうなるかと思ったぞ。まあ全員無事でよかったです。それでは酒場で休息したら、マンハイム城に一途するか。酒場で死ぬほど飲むぞ。ほどほどにしてくださいよ。祝杯をあげるぞ。ということで、マンハイム城に来ましたよ。おい、おっさん、撲殺オールンドを始末したぞ。お、ゆっくり傭兵団の諸君。待っていたぞ、随分遅かったな。部下に特別休暇を与えていた営業で遅くなったぞ。大罪人3人を全員倒したことは聞いたぞ。まさかここまでやってくれるとは。君たちは我が国の英雄だ。それで国外への脱出はどうですか？すでに準備は万端だ。いつでも出発できるぞ。おお、本当か。やった、王国に帰還できるぞ。本心はここに留まって我が国の助力をしてほしいが、どうしても行くのだろう。すまんな、王国兵として国の一大事に馳せ参じる必要がある。お気持ちはありがたいのですが、ここは行かせてもらいます。わかった、それではすぐにでも出発しよう。さ、隊長、もうここは王国の領内ですよ。ついに我々は王国に帰還したか。やったぞ。ああ、もう戻ることはないと思っていましたが、まさか王国に帰還するとは。ロアケさんは10年以上別世界にいましたもんね。皆の者、干渉に浸っている暇はないぞ。今王国は最大の危機を迎えている。一刻も早く王都に向かうぞ。頼む、無事でいてくれ。ゆっくり傭兵団が今向かいます。よし、行くぞ。